打ち上げました。さあフライが上がるとどうなるかというところも今日は一つところ、セカンドかショートかセカンドです。これはもう慣れたもの、中村が取りました。源田セカンドフライ、2アウトになりました。初球から叩いていきました。さあ外野です。左中間、センターかショートかレフトか、どちらだ、ショートが回り込んで、この時からです。取ったら苦笑いというのが今日はもう元気ですよね、セーフはね。高めのボールを打っていきました。さあ風はほとんど影響しないが、最後少ししゃがみながら前かがみとありました。右方向です。ライト、さあマーティンを大事に丁寧にガッタに入って高く打ち上げました。レフトへ。さあこの風の向きで伸びていきます。ギリギリ乗って、ここはお兄さんに三塁ランナーがスタートを切ってホームイン。ちょっと上目だよっていう。アンデンバーグの強い打球です。右中間、ライトセンターを追ったが、今度は押されました。センターフライです。ああ今のも何か思い切って振ってる感じがありますよね。まあね、スパンジェンバーグ選手の場合は見出されましたが、さあ3球目、直球を打ち上げました。レフトです。レフトの清田、ボールから旋回前進、どうも前進押される。しかし大事に両手で取りました。ライン際、ファールゾーンではなくピッチング、さらに打球をかけています。右中間のフライ、マーティンか、マーティン、最後ギリギリ取りました。いやでもここまでよく守ってますよね。いやいやいや、ここで仕方ないですね。よく入ってきます、はい。ここも積極果敢に直球を打っていきましたが、ライトフライ。おっと、マーティンがここは見失っていた。一気に鈴木が三塁に行きます。これがあります。ここも高く打ち上げました。レアードか藤岡か、さあいいファールフライ。ここはレアード投げたものです。スリーアウト、三塁残塁です。ピンチが入っています。初球打った左中間レフト、約 14m、 しかしそれを越えない、越えない。風が最後ロッテに味方した。二塁ランナーは三塁へ行ったかと思いましたが、最後風がこの山川の打球の前に立ちはだかりました。高さ、角度、いつもの山川選手のあれでしたよね。直球いきましたもんね。しかも高め、直球を打ち上げました。ただ風に押されます、流されます。ライトの木村が追います。フェアです、フェアです、フェアです。フェアードはギリギリ滑り込んだ。うわーくさばいた、これもライトに上がります。ライトフライ、今度は木村、ライトフライは踏まないというところで10分取りました。おー、レアの一気に三塁行く、三塁に行く、中継から三塁へ。高橋光太110球目。すごい、大丈夫、誰が取るんでしょう。セカンドか、ファーストか、ファースト、山川の守備です。ファースト、どろしか右方向へ、カーブ打ち上げました。さあ、風に押されます。ライト、木村、ボールの脇取っています。ランナー、それぞれスタート。二塁はアウトです。右方向へ、ライト下がっていく。しかしここは木村が追いつきました。スリーアウトです。